林光閣は初代群馬県令香取元彦により群馬県には天皇陛下がお泊まりする迎賓館がないので市民と協力し利根川を望む閣を残したのです。そして明治維新150年後の今日も多くの人々が式を楽しみに訪れています。宝還元館学臨光閣の揮毫は県令香取元彦であり、天皇陛下のご座所としてまた現在では1階は囲碁決定戦等に使われています。臨光閣別館貴賓館、向かって右に見える木は猿すべりの木で、色が様々にライトの光で変わります。まるで JR の昔の京都に行こうの宣伝みたいに感じます。前橋公園口門から日本庭園を散策していきましょう。
回では向かって左に前橋城の天守閣の場所に群馬県庁が見えますが、昔は利根川の中央に妙義山、榛名山、そして冬には雪化粧した浅間山が見えるように建てられていました。眼下に見えるのは前橋公園です。曽祖父香取元彦の号を取り、小田村四郎より平成20年に小うどん庵と名付け揮毫されました。臨江閣は本館の迎賓館、別館の貴賓館、そして茶室からなる近代和風木造建築物です。長い間お付き合いお疲れ様でした。